私のジャッキーニュースチャンネルへようこそ。荒れくれた10年間の貯金がある。今は場があるということとか。戸田恵梨香、コンプライアンス過剰で女優を辞めたい。女優じゃない人生もう限界。この日の放送には、映画、母性で共演した女優の長野凱久さん、高畑淳子さんと一緒に出演し、戸田さんは世間の声とかでドラマとか映画の世界にたくさんのコンプライアンスできてしまったのが一番悔しいですと明かしました。ヤゼロ座のお話なので、ヤゼロ座がシートベルトするとかなんだその手間はって昔の作品を見るとそういうのはなくて、表現の自由はたくさんあって、感情だったり表現方法だったりテーマとかもたくさんあったなと思う。今はあまりに限られすぎているなって思うと語りました。女優戸田恵梨香さんが今月13日に放送された僕らの時代に出演しました。その際、過剰なコンプライアンスに悩んでいることを告白しました。そしてこの芝居ができるようになろうとか、これを克服しようっていうラインを作ってやってきたんですけど、もし自分に目標が作れなくなってきた時、このコンプライアンスを守っていたら限界が来ると考えを語ってもいました。お芝居役者をやり続けられるんだろうかって自問自答するんですよねと、し若い時はもう死ぬまで役者を続けたいって思いましたけど、最近はそうじゃない人生もあるなって思ったりと話しました。そんな戸田さんは対照的に、高畑さんは、私は演劇学校入ってかろうじて拾ってもらった劇団で30歳まで全く売れなくて2丁目で提灯ショーらしてマネージャーのバカってボトルに書いたりしていることが長かったので、何でも出られることが嬉しいです。その10年間があったからやめようと思うことはないんですよ。すごい仕事に飢えてる、何やっても楽しいみたいなものが継続している。見せる情がない、荒れくれた10年間の貯金がある、今は場があるということとか、そこで考えていることを出せるっていうのがなんてありがたいだろうって思っちゃうと話していました。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。